揃ったぞ。じっちゃんたち元気してっかな。よく来たな、ゴク。まずはランチさんの話を聞いてくれんか。よう、ランチ、久しぶりだな。どうしたんだ。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。あ、それがどうかしたか。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。んお前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。あ、言われてみればそっか。へへ、ほら肝心なこと忘れちまってたや。天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構オランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？お、これでも大丈夫だな。バカ、準備ってもんがあるだろ。こんなに早く見つかると思ってなかったからまだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。しょうがねえな。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。お前が訪ねてくるとは珍しいな。おめえに会いたがっている奴がいてよ。それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな。そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。え？そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか。そうだな。ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいいんか。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりだ。行くぞ。Come on!
さすがだな。おめえも腕上げたな。まだまだだが、それを確認できただけでもよしとしよう。約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせで新たな課題も見つかったしな。もうしばらくここで修行するが構わないか。天さんがいいならいい。悪いな。それで俺に会いたがっているというやつは誰なんだ。そういや言ってなかったな。何時だよ。そうか。本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケー。天津飯はいたかな。おう、それがよ。ってわけで今行ったとこで天津飯は待ってぞ。そうか。これであいつにようやく会えるってわけか。ありがとうよ。これは礼だ。気合い入れて差し入れを用意したんだけど、さすがに多すぎてよ。食い物ならいくらでももらうぞ。よし、天津飯待ってろよ。あと少しだ。この壁を乗り越えれば俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か。うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。おお、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ、それでは新しい機能について説明いたしますね。面白い。早速試してやるか。もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女に渡してくれればさらに改良できると思うよ。わかった。トレーニングははかどってるかい。余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。ベジータ君ならきっとうまくやれるよ。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと、こっちの話だよ。ふん、見ていろカカロット、貴様を超えるのはもうすぐだ。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。みんな修行して腕上げてっかな。
修行して腕上げてっかな。人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラの強さ試してみな。わりわり。でも天津飯と戦ったりしてオラの修行にはなったけんどな。どうせそんなことだろうと思って俺たちは勝手に修行を進めておいたぞ。あ、すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか、修行の成果が分かる日は近いようだな。トランクスの警告から3年の月日が流れ、ついに5月12日がやってきた。ご飯ちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。本当に弁当持ってかねえか。うん、いいよ、ありがとう。すまね父。じゃ、行ってくる。いや、気のせいか。孫悟空、どうだ、正直言って今度の敵勝てると思うか。見てもいねえのに分かりっこねえさ。やってみてから答える。未来から来たトランクスが告げていた約束の日、約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは、人造人間を一目見に来たブルマと、ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、人造人間が現れるであろう時間が迫り、空気が張り詰めていく。そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。街中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ、まるで気を感じなかったぞ。そうか、人造人間だからだ。だから気なんてないんだ。なんだと。どこだ、どこにいる。気を感じないのであれば直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそー、トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。クリリン、そっちはどうだ。ダメだ悟空、怪しい奴は見なかった。そうか、
見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。木を感じられねえっちゅうのは思ったより厄介だな。天津飯。そうか、こっちはまだ見つからない。オラもだ。もっと他のとこも探さねえと。やっ、オラが目的ならとっとと出てきやがれ。どうだピッコロ、見つからんな。全く気配が読めん。気つけてくれよピッコロ。大きな毛が乱れ減っていく。これはヤムチャか。ヤムチャ。クリリ、ヤムチャまだ生きてる。先祖さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ、なぜ我々が人造人間だと分かったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。なぜだ。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう、好きな死に場所を選べ孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ、ピッコロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。なんでオラたちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはない。いい加減にしろ孫悟空、どこまで行く気だ。この場所にしろ、貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。戦う前に教えろ。なぜオラたちのことを知ってんだ。いいだろう、教えてやる。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んでこの世にはもういない。なるほど。だがナメク星での戦いもスパイしたんか。そんな必要はない。
ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。ほう、だが我々が慌てるほどのものではない。19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速この強さを見せてもらおうかな。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまはなんだ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんな奴様子が変だぞ。まさか未来から来た奴の言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい、どうしちまったんだ俺の体。いやは、カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯、クリリンさん、ヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに仙豆で助けてもらったんだ。残りの仙豆も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこ、お父さん、悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。
まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ、スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。